と本当にスタッフの人間入ってください。ダメダメダメ。こんな賞をいただけるとは思っておりませんでした。広さとなりました。フェイストゥフェイスでお願いいたします。あ、両選手離れてください。両選手離れてください。離れてください。両選手お願いいたします。ありがとうございました。ちょっと止めて、ちょっと本当にスタッフの人間入ってください。ダメダメダメ。やりましょう。これちょっと本当に止めてください。ちょっと分けてください。こちらの賞は身を挺して数々の乱闘を止めてきた鉄人に対して贈られます。それでは発表いたします。 K-1 アウォーズ2023 K-1 グループ鉄人賞は、豊田茂さんです。おめでとうございます。グループイベント統括本部長豊田さんは、細身の体にもかかわらず記者会見などで見られる選手同士の衝突を身を挺して飛び込み、数多くの乱闘を収めることに貢献してくださいました。豊田さんは今回のアワードも運営制作に携わっていらっしゃいますが、サプライズ、今この瞬間この賞自体があること、初めて知っての受賞ということになります。まずはトロフィーと目録が贈られます。副賞として焼肉牛タ10万円お食事券が贈られます。それではセンターカメラに目線をお願いいたします。背景豊田茂様、豊田様とのご縁は私が東京に足を運んでからちょうど10年前のことでございます。あの頃新たに誕生した某道場で、私が練習に励むたびに彼の存在を感じる機会が幾度もありました。はじめは内装屋の方だと思っていましたが、歳月とともに彼こそが、社長であることに気がつきました。そしてある日の会見での出来事です。私が対戦相手に憤りを感じて席を立つや否や、まるで電光石火のごとく目の前に現れました。その立ち姿は威風堂々そのものでした。わずかながらではありますが、豊田様の表情には優越感も混じっており、その印象はとても心鮮やかに残りました。これが世間でいう乱闘というものでしょうか。私が思うにはただの小競り合いでしょう。その乱闘というものが終わり、控室で私がふてくされていると、いつも豊田様は優しく慰めてくださりました。その時のお顔はまさに恵比寿顔であり、瞳の奥には悪魔を宿しているようでした。今でも心に温かな記憶として刻まれており、微笑ましいひとときとなりました。この度はご賞おめでとうございます。素敵なメッセージありがとうございます。はじめまして、小沢海人の乱闘を3回止めました、豊田と申します。そうですね、かなりびっくりしておりまして、このアウォーズのプロジェクトもですね、僕が仕切っていたはずなんですけども、まさか、こんな賞をいただけるとは思っておりませんでした。
ちょっとコメントもなかなか、皆様の前ですることがないので、かなり緊張しておりますが、この度は誠にありがとうございました。今後もですね、K1 新生 K1 第2章ですね、世界展開、向けてですね尽力してまいりますので、皆様どうぞ今後とも、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。おめでとうございました。それではお二方ご講談ください。